アンドリー・エビツァとは、モンテネグロに位置する都市。アンドリー・エビツァは19世紀半ばに成立した、比較的新しい都市であるが、それ以前にも人間が定住していた記録がある。1956年に、キニエにある、歴史遺産保存機関による調査により、隣接するベラネの谷から新石器時代の人間活動の痕跡が発見された。加えて、 イリュリアの痕跡も発見されたことから、アンドリー・エビツァは古くから多くの人々の居住地であったと考えられている。中世になると、現在のアンドリー・エビツァの中心地から1キロメートルのほどの位置にグレース要塞が建設され、要塞はリムカハ半の道路を防衛しており、要塞周辺には集落が複数存在していた。19世紀にこの地で、 オスマン帝国に対する抵抗運動が始まると、現在の中心部に教会を設立し、1858年にモンテネグロ公国への加盟を表明した。公国への加盟により市内は発展を遂げたものの、第一次世界大戦が勃発すると発展は滞った。大戦が終結した後には再び発展し、 1918年から1921年までは軍の中心地であった。その後、第二次世界大戦が終結した後にオプシティナの一つとなったが、1960年に一旦廃止され、1991年に再びオプシティナとなり、現在に至る。また、戦後の経済は順調であったが、ユーゴスラビア紛争により壊滅的な被害を受けて、以来、 産業は低調となり、人口も着実に流出しており、現在は滞っている。括弧内は都市中心部のみの人口。アンドリーエビツァの人口、アンドリーエビツァは、リム側から40メートルの高さにある都市で、周辺の環境も良好である。そして、登山やサッカー、バスケットボール、釣り等を楽しむことができる。また、登山では、 標高2461メートルの小モビ山が著名であり、市外から車で45分ほどの距離に存在する。アンドリー・エビサには2本の道路が通っており、ベラネとコラシンにつながっており、それぞれのオプシキナまで約30キロメートルの距離である。その両都市にはそれぞれ欧州自動車道路の E65 号線と E80 号線が通っている。また、 120km 離れた地点にポドゴリツァ空港が存在している。ありがとうございます。